ご視聴ありがとうございます。ゆっくりこすずです。読み上げていきます、まみぞうせ。本日は2023年度日本経済新聞社の採用大学ランキングの発表です。総合職以外の数値も含むのじゃ。それでは、始めていきましょう。第10位東北大学、東京工業大学、静岡大学、滋賀大学、京都大学、九州大学、鹿児島大学、高崎経済大学、下関市立大学、青山学院大学、学習院大学、実践女子大学、中央大学、東洋大学、日本大学、法政大学、明治大学、立教大学、同志社大学、近畿大学、関西学院大学、第6位東京外国語大学、一橋大学、名古屋大学、東京都立大学、第5位筑波大学、第4位東京大学、第3位上智大学、第2位慶応義塾大学、第1位早稲田大学。ここまでが、日本経済新聞社の採用大学ランキングとなります。それでは、次回の動画を、お楽しみに。